イギリス南西部の町、ドーリッシュ。かの、アガサ・クリスティも愛した、イギリス有数の保養地に近く、短い夏の間、小さな町は、太陽と海を満喫する人で賑わいます。またここは、海岸を走る線路と、美しい街並み。それから、周囲の自然が調和する、絶好のロケーションです。英国の鉄道で、指折りの撮影ポイントとしても知られ、多くの鉄道ファンが撮影に訪れます。しかし冬になると、のどかな景色は一変。海は大きくうねり、通りかかる列車たちに、容赦なく海水を浴びせます。私も絶句しました。海沿いの遊歩道は、とても歩くことができず、数少ない安全地帯も、強風と雨で、立っているのがやっとです。もちろん鉄道も無事では済みません。駅も線路も、幾度となく、荒波で破壊されてきました。故障を誘発するため、天気が荒れると、運休になる車両もいるほどの過酷な環境です。この路線を以前紹介したとき、日本でも似た路線がある、というコメントが多数寄せられていました。秋田県と青森県の海岸沿いを走る五能線です。調べてみたら、切り立った山と波打ち際を通るうねった線路、そして穏やかな海が冬になると荒れるところ、などなど、そっくりなポイントがたくさんです。ならば、せっかく秋田に来たのだから、日本のドーリッシュに行ってみようじゃないか、ということで、訪れることにしました。しかもちょうどいいことに、景色を楽しむための列車がいるそうですね。でも普段は、観光列車なんて興味のないゆっくり歌劇団、一旦はスルーしようとしたのですが、新世代のハイブリッド車両で運転していると聞いて、ゆっくりが手のひらを返しました。おはようございます。イタリアンフリコ電車の銀様です。今日は、秋田から青森の弘前までを観光列車で移動してみます。それでは早速ご紹介しましょう。今回乗車するのは、HB-E300系、快速、リゾート白神でございます。その中で、最も新しい、ブナ編成が、今日の列車です。列車の名前にもなっている、白神山地に生い茂る原生林、ブナを由来とし、2016年に完成しました。沿線の景色を楽しめるように配置された、大きな窓が目を引きますね。この場所は、秋田じゃなくて、途中の能代駅じゃないかって始発の秋田駅は、お顔の部分がちょうど影になる場所に停車していて、見栄えが良くなかったんですよ。それはそうと、この旅では、前日に、白と赤の新幹線で、東京から移動。今日は、白と緑の列車に乗る、偶然にもイタリアンな組み合わせになりました。やっぱり秋田は、イタリアなのかもしれません。と言っていたら、リゾート白神のお顔も、だんだんイタリアの電気機関車、E4643 に似ている気がしてきました。あ、E4643 っていうのは、本当はもちろん、離島でも、電化区間なら場所を問わず旅客列車を引く、汎用機関車です。今日まで、700両以上が製造されていて、客車で運転する、各駅停車、快速列車は、ほとんどこやつが引いています。さすがにあいつと、リゾート白神のデザインは、他人の空似だと思うけどな。ああ申し遅れました。私、エンジンとモーターが大好きな、ゆっくりさんでございます。これから乗る、五能線は、非電化区間なので、リゾート白神の車両は、当然機動車。HB-E300系は、ディーゼルエンジンで発電機を回し、その電力でモーターを動かす、シリーズ式ハイブリッド構造を採用している。ディーゼル機関車、機動車では、長らく、電気式、と呼ばれていた方法だ。この仕組み、理論と制御は簡単なのだが、電車に、ディーゼル発電機を追加したような状態なので、どうしても重量が増え、複雑になる欠点を有していた。地盤が弱く、車両の全長が小さい日本では、多くの機械を詰め込む構造は、敬遠されていたのだ。しかし近年、コンパクトながら、出力が高いエンジンや、軽量な電気部品が相次いで開発され、再び電気式が注目され始めた。走りを支える、足回り、モーターや制御機器などに、電車と共通の部品が使えるため、整備や、部品の調達コストを抑えられる、と考えられるようになったからだ。リゾート白神の、HB-E300系は、さらに一歩進んだ構造になっている。通常の電気式ディーゼル車両は、停車中でも、車内設備に電力を供給するため、
エンジンで発電機を回し続ける必要があった。しかしこの列車は、大容量のバッテリーを搭載し、停車中の電力を、そこから得ている。これによって、エンジンを絶えず動かす必要がなくなり、排気ガスと、燃料の消費を抑制しているのだ。加えて、低速域なら、駆動用モーターも、バッテリーの電力で賄えるので、乗用車のハイブリッドカーのように、動き出した後、しばらくしてからエンジンが始動するという。と、偉そうに言っといてなんだが、さっきから頻繁に、エンジンをかけたり、停止しているな。この時は寒かったから、暖房なんかで、電力の消費が激しかったんでしょうね。それではここで、もう一人のメンバーをご紹介しよう。ハイブリッド車両といったらこの人、イギリスのハイブリッド特急車両、クラス800こと、はっちゃんです。こんにちは。今日の列車は、全然予備知識がないんですけど、イギリスっぽい視点で、日本の列車の旅を楽しんでみますね。いい意気込みだ。じゃあ、そろそろ乗り込んでみよう。ゆっくり、本当にこの席なのか？個室タイプの席ですか？豪華ですね。それにしてもゆっくりさん、向かい合わせの席は嫌いだったはずじゃ。いや、特に指定しなかったら、この席、というか部屋、になってたんだよ。私たちが弘前までお世話になるのは、中間の、2号車、半個室タイプのボックス席が並ぶ車両だった。しかしこれは、私がここを指定して予約したのではない。発見したら、勝手に個室タイプの席が割り当てられていたのだ。すでに事情を知る人にはお分かりでしょうけど、一応状況をご説明しましょう。私はリゾート白神の乗車券を、JR 東日本のネット予約サービス、駅ネットで購入した。だがこのサイトは、特急と新幹線以外、細かい座席指定ができない。リゾート白神は、快速列車なので、何号車に乗りたいのかまでは、リクエストが不可能だったのだ。仕方なく、景色がいいと評判の、A 席、とだけ希望を出したら、予約システムが勝手に、空いている席を指定したのである。それが偶然、2号車の、ボックス席だったというわけだ。そういやこの前、リゾートビュー山梨も、駅ネットで予約したら、2階建て車両の1階席になっちゃってたな。ゆっくりお前、ただでさえ外れ席を引きやすいんだから、ちゃんと窓口で予約しろよ。すんません。ボックスシート車両は、通路が片側に寄せられていて、ヨーロッパの個室車両のようです。壁に、列車の停車駅が書かれているのがユニークですね。座席は、眺めがいい方向に配置してあるでしょうから、景色の心配はなさそうです。などなど、お話をしていたら、いつの間にか列車は、青森に向かって走り出していました。途中、東の城駅で、近い将来起こる、車両の世代交代を垣間見たり、噂通り、荒々しくも美しい、日本海を堪能。そして、順調に弘前駅に到着しました。ゆっくりさん、どうでした？なんていうか、正直な感想言っていいか？あんまり、ドーリッシュって感じがしなかったんだよ。確かに五能線は、景色が綺麗だし、列車は快適で、言うことなしの路線だ。でも、イギリスの、あの場所に似ているかと聞かれたら、答えはノーな気がするんだよな。やっぱり、そう思いましたか。日本のドーリッシュと言われて、乗り込んでみた五能線。けれど、実際に乗ってみた私たちの脳裏には、イギリスにある、別の路線が思い浮かんだのです。それでは、もう一度秋田駅から、列車の旅を始めましょう。私たちが考える、リゾート白神のルートに似た路線。それは、カンブリアンコーストラインと言います。イングランドの北西部、ランカスターから、カーライルを結ぶローカル線です。両都市は、直線距離なら、100キロも離れていないのですが、カンブリアンコーストラインは、大きく遠回りをするので、総延長は、およそ2倍にあたる、194キロにも及びます。厳密に言えば、南側の56キロは、ファーネスラインという別の路線です。でも、旅番組やガイドマップでは、よく2つのルートがまとめられています。カンブリアンコーストラインとは、名前の通り、カーライルが属する、カンブリア州の海岸を通るルートです。しかしイギリスには、もう一つ、ほぼ同じ名前の路線があります。というのも、カンブリア、というのは、イギリスを構成する国の一つ、ウェールズの古い名前でもあるんです。
これからご紹介するカンブリア州とは、綴りが微妙に違うので、アルファベットなら区別がつくのですが、カタカナですと一緒になってしまいます。ちょっと紛らわしいんです。ランカスターとカーライルを結ぶ鉄道路線のうち、カンブリアンコーストラインは、あくまで支線、内陸の方に、ウエストコーストメインライン、西海岸本線という、高規格の幹線があり、ほとんどの列車は、こちらを走行します。西海岸本線の方は、全線複線で、電化されている上、許容最高速度が、時速200キロです。ちょうど、五能線と、奥羽本線のような関係ですね。二つに分かれる路線の間を、自然保護地区が隔てていることや、州、日本でいう、県がまたがっているのも似ています。ということで今回は、秋田から青森方面に向かう列車に乗りつつ、南のランカスターから、カーライルまでのローカル線をなぞっていこうと思います。そういえば、この列車の車窓は、出発直後に見えた施設からして、イギリスを思わせるものだったな。リゾート白神が最初に走る、奥羽本線は、2駅を出発して間もなく、進行方向右側に、広大な有機線を持つ、秋田総合車両センターが現れる。元は、鉄道省の、車両工場として誕生し、今もなお、東北を走る鉄道車両の、点検、整備を行う、大規模な整備工場だ。車両の改造も手掛け、その規模は、東北地方のみならず、首都圏で活躍する電車にも及んでいる。また、規模は小さいものの、車両を新造する能力も有しているのも特徴だ。今乗っている、リゾート白神の、ルナ編成も、3号車がこの工場で製造された。基礎となる車体は、別の工場で組み立てられたが、走行部品、内装などの取り付けは、秋田で行われたそうだ。これって、イギリスにある、日立の工場みたいですな。あそこも、日本から車体だけ運んで、現地で組み立てをするんでしたよね。今まではね。あの工場には、大きなアルミ部品を接合する機械が存在しなかったので、どうしても車体は、日本から持ってこなければいけませんでした。けれども2020年、需要の増大に伴い、イギリスの工場にも、アルミの加工と、接合をする施設の導入を決定。これからは、車両の製造工程を、すべて英国内でできるようになるんですよ。さてそんな、秋田の車両センターとは、ちょっと性質が違うんですけど、カンブリアンコーストラインにも、同じような場所に、変わった車庫があるんです。施設があるのは、ランカスターから北に一駅目、カーンフォース駅の的なり。そこは、ウエストコーストレイルウェイズ、という鉄道会社が保有している車庫です。この会社は、本線を走行する、チャーター列車のオペレーター。クラシックな客車を多数保有し、特別列車の運行を手掛けます。イギリスは、ほぼ毎週末、全国どこかの路線で、蒸気機関車が客車を引く、特別列車が運転されています。あの列車は、先頭の機関車と、後ろの客車で、所属が異なっているんです。機関車は、個人や保存協会、その他、イギリス国立博物館などが所有しています。対して客車たちは、チャーター会社が保有し、整備、運行を担当します。それから特別列車が、急勾配や、定期列車がひしめき合う区間を走る場合、後ろに補助の、ディーゼル機関車がつくことがあります。こうした車両たちが、ウエストコーストレイルウェイズの所属なんです。客車とディーゼル機関車は、カーンフォースの車庫で管理され、分解も伴う、大規模な整備も行われます。蒸気機関車も、イングランド北西部地域を走る企画ですと、事前にここで、調整と整備を受けてから、特別列車の旅に出発していきます。なんて、ちょっと話がずれてしまいました。せっかく秋田に来ているのですから、日本の話もしていきましょうか。今は、八郎潟付近を走行中みたいですね。ご案内いたします。進行方向左側には、なまはげで有名な男鹿半島にそびえる新山と寒風山が見えてまいります。向かいまして左の大きい山が新山、右が寒風山です。寒風山の山頂には回転展望台がございます。こちらからは日本海や鳥海山、秋田の自然風景。見えてる景色の内容は、今の放送が全てだよな。
さすが観光列車。見どころポイントになると、車掌さんが案内してくれるんですか？私らがあえて言うことなくなっちゃったな。そもそも、初めて来た場所だから、沿線の知識は何も知らないですしね。私はそれよりも、走ってる最中に、エンジンが始動したのに気を取られてさ。ゆっくり、お前。仕方ねえだろ。銀助とハッちゃんだって、私が普通の話をできると思ってないだろ。ああいうのは、他の健全な鉄道チャンネルにお任せして、うちはマニアックな、我が道を行くんだよ。そうしましょう。では改めて。動き出してすぐに、ゆっくりのやつは、座っている場所がちょっと変わっていることに気がつきました。他のボックス席は、区画を隔てる仕切りが、完全に上まで届いていません。荷物棚と、天井の間に隙間があり、空調や、照明、スピーカーなどを、隣の区画と共有しています。ところが、ゆっくりが予約した席だけはなぜか、壁が隙間なく、隅まできっちり仕切られていたんです。その理由は、私たちの足元にある、ディーゼル発電機の存在だ。リゾート白神、HB-E300 系の2号車は、エンジンが、8番ボックス席の真下に搭載されている。その排気管は、ボックス席を隔てる、壁の中に通されているので、仕切りの形状が変わっていたのだ。見比べてみると、8番と9番席の間は、上部の形のみならず、壁の厚みも、他の区画と明らかに違うのがわかる。なお、リゾート白神用の HB-E300 系は、どの車両も、1号車よりにバッテリーと電装系、4号車側にエンジンを搭載する。外から床下を見ると、片側に寄せられたエンジンから、配管が車体の中へと伸び、その真上に排気口が確認できる。4号車は、座席区画と、展望スペースの間。中間の3号車は、デッキと客室を仕切る部分に排気管を通すなど、景色や車内空間を、極力遮らない構造にしている。ディーゼル車両って、車体の中に通す排気管の処理が、地味に難しいんですよね。電線みたいに、コンパクトにできないし、中は高温のガスが通ってますから、薄くして、壁の中に埋め込むことができないんです。そういや、ハッちゃんなんかは、少し独特な方法だったよな。イギリスのクラス800は、エンジンの真上付近に、排気口がない。排気管は、台車をまたいで、連結面の近くにまで、長く伸ばされている。これって、なんで？そこしか場所がなかったからですよ。あの車両、っていうか私なんですけど、あれは、全幅が 2.7 メートル。日本の在来線車両より、20センチぐらい、車体の幅が狭いんです。一方で、エンジンは排気量が大きいですから、排気管は、直径を大きくしなければなりません。そんなものを、ただでさえ狭い客室の中に通したら、邪魔になってしまいます。車内レイアウトに影響が出てきますし、断熱や防音の処理も必要ですしね。だから、車体の端まで排気管を伸ばして、客室に干渉しないようにしたんですよ。この構造は、クラス800に限ったものではなく、車体の端まで排気管を持ってきているディーゼル車両は、イギリスだと結構見かけます。なるほどー。あ、そうだ。防音で思い出した。繰り返しになるが、私たちの席は、偶然にも、エンジンの真上に当たる、8番が指定されていた。普通なら、騒音や振動が大きく、敬遠される席なのだが、私のような、内燃機関好きにとっては、むしろご褒美。しかも、HB-E300 系は、アイドリングストップ付きのハイブリッド車両なので、エンジンを停止させたり、再始動するタイミングまでわかる、最高の場所だったのだ。それで喜ぶのは、お前とじっちゃんぐらいなもんだよ。つい嬉しくなってツイッターで旅実況したら、ゆっくりさんはブレねえなって、お褒めの言葉をいただきました。褒めてるんですか？褒めてんだよ多分。まあそれはいいとして、イギリスの五能線にも、八郎型みたいなところがあったよな。ここまだ追う本線だけど。あの湿地のことですか？そうそれ。五能線を走る、リゾート白神は、秋田を発車後、1時間ほど奥羽本線を走ります。車窓には、米どころ秋田の、田園が広がっていますね。一方、カンブリアンコーストラインは、一駅目で、幹線と分岐。こちらも、緑豊かな、自然保護地区の中を走っていきます。
周囲に民家があまりなく、環境保護のため、周辺の開発が制限されていますので、携帯電話の電波も通じにくくなります。そんな中を30分ほど進むと、遠浅の海が現れます。ここは、5つもの川が流れ込む、モーカム湾です。湾を横切る鉄橋を渡ると、左手に、湿地帯が広がります。川の上流から、豊富な栄養を含んだ、水と砂が流れ着き、緑の湿地を形成しているのです。堆積した砂を覆う植物には、虫や小動物が集まり、それらを餌にする、鳥なども飛来します。晴れの日は言うまでもなく、曇りや雨でも美しい風景です。草地を見ると、羊が放牧され、右手は、山がそびえます。ここのすぐ北は、あの有名な、湖水地方国立公園があるんです。そのヘリの部分に、線路は通されています。そんな、自然豊かな湿地帯を抜けたら、前方に、工業地帯らしき建物が見えてきます。近づいてきたのは、ファーネスラインの終点、バローインファーネスです。線路はこの先にも、連続して繋がっているんですが、路線の区分は、ここで一区切り。先の区間が、本来のカンブリアンコーストラインとなります。五能線の旅で言うと、東の城に相当する駅ですね。バローインファーネスは、造船で栄えた町。明治から大正にかけて、日本が発注した軍艦も、ここで作られました。町の一角にある、三笠通り、というのは、ここで生まれた、戦艦三笠から取られているんです。造船所は、軍艦に特化していたせいで、冷戦の終結後は、衰退の危機にあったそうです。でも近年再び、イギリス海軍の発注で盛り返し、造船が盛んになりました。駅から海の方面に歩いていくと、巨大な白い建物が見えてきます。あれが、バローの町の象徴でもある、造船所。現在は主に、原子力潜水艦が建造されているそうです。工場の近くにある、造船博物館には、船のスクリューと舵を模したモニュメントが飾られ、ここで生まれた船舶の名前が刻まれています。確かに、ジャパニーズなお名前が、いくつか刻まれてますな。と、ほとんどイギリスのことしか話していないうちに、いい時間になってしまいました。車両も路線も、特に名ポイントがなかったよな。じゃあ今回は、プロローグだったということにしちゃいましょう。長い助走だな。ゆっくりさんの寝起きみたいです。おい。それはともかくとして、いよいよリゾート白神は、五能線区間へと進んでいきます。ここから先が、本当の見どころ区間ですし、車両もなんだか、面白ネタを隠し持っていそうです。そこにはどんな、イギリス、が待っているのでしょうか。それでは、ここまで見てくださり、ありがとうございました。